ブラックペアン1988は2007年に講談社から発売されたカイドウ・タケルの長編小説である。2018年4月22日より6月24日まで TBSK 日曜劇場にてテレビドラマ化された。時代を1988年に移し著者の作品に登場する東場大学医学部附属病院を舞台として 一人の研修医が二人の医師との関わりの中で成長していく姿を描いた群像劇。2008年の山本周五郎賞の候補作となった。小説現代に2007年4月号から同年8月号まで連載され、同年9月には単行本が刊行された。2009年12月15日に過失修正された文庫本が上下巻に分かれて発売され、 下巻の巻末には、映画版、チーム、バチスタの栄光で、天才下界、桐流教一を演じた、吉川康二と著者の対談が収録されている。2012年4月13日には、上下巻にした文庫版を一冊にした、真相版の文庫本が発売された。高階ゴン太をはじめ、田口、白鳥シリーズに登場した脇の登場人物たちや、同シリーズの主人公である。 若き日の田口らも多く登場している。連載途中で一時詰まったが、公開のカウンターパートである、都会の登場を思いつき、作品は完成した。執筆時の BGM は、ストレートナーのシックス・デワンダー。医師国家試験受験後、合否判定を待ちつつ、登場大学医学部附属病院の研修医となった、セラ・マサシ。佐伯清強教授を頂点とする、 総合外科学教室に入局したセラは、入局から3日目、定科大学からやってきた、新人の講師、高品ゴンタと遭遇する。高品は、食堂自動粉号機、スナイプ AG1988 を引っ提げ、手術のあり方、若手の育成に一石を投じて、波紋を呼び、総合外科学教室の秩序を乱す言動と、相まって周囲からの反感を買っていた。また、 佐伯外科にはオペ室の悪魔と呼ばれる万年飛来局員の都会、聖志郎がおり、セラは公会や都会との関わりの中で医師として成長していく。セラが入局してから半年後、佐伯が病院長選挙のパフォーマンスのために、北海道での学会に出席中、手薄となった病院では都会と佐伯の過去の因縁が明らかになる事件が起こる。 物語の舞台である1988年当時、看護師は正式名称ではなかったので、看護婦のまま掲載されている。詳細は、日本の看護師雇用期解禁等化を参照。ブラックペアンのタイトルで、2018年4月22日から6月24日まで、毎週日曜日21時から21時54分に TBS 系の 日曜劇場を枠で放送された。主演は日曜劇場で初主演の嵐の二宮和成。時代が小説設定の1988年から番組、制作、放映時である2010年代に変更されているほか、スナイプの使用用途が原作とドラマで異なり、原作では食道自動粉合機、ドラマでは心臓総合ベンチ換気となっている。 第5話のロボット手術の際に使用した機材と手術室はニューハート・アダナベ国際病院でロケをして撮影した。日曜劇場はこの作品からスポンサーが東芝からスバルに交代した。東場大学医学部付属病院その他ゲストブラックペアンに関するカテゴリー。ありがとうございます。